天より狙い撃つ。人間ではない敵、一体何だったのだ。人型というらしい。グスタドルフ総帥、ご無事でしたか。無論だ。カンセルは討ち取り、残ったハイサンド兵は降伏した。人型とおっしゃいましたが、その情報はどこで。捕虜から聞いた。まさか教皇を倒すとは。これでハイサンドも女神教も終わりだ。あれは本物の教皇だったのですか。ああ、移動に命じられて私が極秘に作り上げた。エルフリックの力で動く人造の教皇だ。何のためにそんなものを。女神と等しい力を持った不死の教皇によってハイサンドに永遠の信仰と安定をもたらすため、そう移動は言っていた。だが実態は意志を持たぬ文字通りの操り人形。移動がハイサンドを意のままに動かすための道具に過ぎなかった。女神の加護によって民が平等に幸福に暮らす国ハイサンド、その頂点に立っていたのが作り物の教皇だったなんて。馬鹿げた話ですが、これを公表すれば女神教信者の心はハイサンドから離れる。戦後こちら側に取り込みやすくなるでしょう。ローゼル族への差別もなくなるでしょうか。ええ、表向きにはまだ黒幕の移動が残っている。教皇軍に入って捕らえねば。おそらくもう逃げている。教皇を差し向けたのはその時間稼ぎだろう。イドウはそういう男だ。ハイサンドが消えれば司祭もただの老人だ。逃げたところで何もできまい。我々の勝利だ、セレノア殿。はい。ハイサンド首都攻防戦は連合軍の勝利で幕を下ろした。聖ハイサンド大教国は最後の七聖人ライラの名において講和条約を受け入れ、円弧の独占を放棄。事実上独立を失い、グリンブルク王国の属領となった。この対戦の結果、ノゼリアは大きな転機を迎える。教皇の真実が明かされたことで女神教の権威は失墜し、円弧に囚われていたローゼル族は解放された。しかし長きにわたる苦役と消えない偏見から新たな生き方を見出せない者が多く、彼らは苦しみを抱えてノゼリア各地へと散っていった。その一方、グリンブルクとエスフロストは共同でノゼリア商会と円税の廃止を宣言。円弧とノゼリア信仰山の岩塩を広く民に開放することを布告した。合わせてさまざまな塩の利用法が公開され、関連する産業を奨励する数々の政策が打ち出される。民衆は新たな可能性に奮起し、自発的に動き出す。そしてそれらをもたらしたグリンブルク王をセレノア・ウォルホートに臣服し、解放王と称賛した。
こうして誰もが自由に塩を手に入れられる時代が訪れ、産業や交易は飛躍的な発展を遂げる。ノゼリアは民が大きな力を持つ世界として生まれ変わった。だが同時に持てる者と持たざる者の格差が広がり始める。人々が貧富の差に苦しむ時代の幕開けでもあった。デストラ様、あなたのご子息は厳しい戦いに勝利し、見事に新しい未来を切り開かれました。今やノゼリアの頂点に立たれておられます。もうあの方の尊厳を犯す者はいません。これで悔いはない。あとはセレノア様を利用した罪を償うのみ。これが私の最後の報告です。自決は許さぬぞ、ベネディクト。セレノア様、なぜ？もう一度言う。自決は許さない。私にはお前が必要だ。違うのです。私は自分のためにあなたを利用したはずべき男だ。ノゼリアも民も。どうでもよかったのです。私がロラン様を追ってまでしたかったことは、デストラ様を物のように扱ったレグナ王とシモン様、そして無力だった自分自身への復讐。あの時何もできなかった悔しさを晴らしたかっただけなのです。何より私はデストラ様に褒めていただきたかった。ただ一言、よくやったと。よくやった、ベネディクト。お前の気持ちはよくわかる。私も同じなのだ。ノゼリアと民を背負う気持ちに偽りはない。だがそれ以前に私はウォルホート家当主にふさわしい人間であると認められたかった。そのためにここまで進んできたのだ。父上と母上に、ロラン様やフレデリカ、臣下たちに、そしてベネディクト、お前に認められるために。セレノア様。この先ノゼリアは未知の時代になる。その扉を開けた者として私は戦い続けねばならない。どうだベネディクト、私はお前が支えるに足る人間ではないだろうか。いいえ、あなた以上の主などどこにもいません。この命が尽きるまで全身全霊をもってお支えいたします、我が主よ。以上のように新しい岩塩交渉が複数見つかりました。分かった、この情報は全て公開しよう。また各地の商人たちから採掘の申し込みが殺到するはずです。だろうな。ヒューエット、入札に不正がないようしっかり監視するように。かしこまりました。予定以上の成果です。塩を利用した商いはさらに盛んになるでしょう。陛下、
塩商人の一家が殺された強盗殺人の件ですが、犯人を捕らえました。旧市街に住むローゼル族の男で、家族を食べさせるためにやったと自供しています。また旧市街の者、しかもローゼル族が犯人だったなんて。旧市街はすっかり貧民窟になってしまったわね。何か対策を取らないと。陛下、この事件だけの話ではありません。貧民を救済しなければ悲劇は繰り返されます。ローゼル族も今なお偏見の目で見られ、苦しい生活を送っている者が多くいます。何か手を差し伸べられないのでしょうか。貧民に職を紹介する仕組みはある。ローゼル族を差別しないよう布告も出しています。これ以上特別扱いはできません。必死に働き生きているのは皆同じなのですから。はい。家族のためとはいえ、人を殺めた罪は重い。犯人のローゼル族の男は極刑に処せ。フレデリカ、今ノゼリアは新しく生まれ変わりつつある。激しい変化の中で民の信頼を得るには、公平に正しい規律を示さねばならないのだ。はい、分かっています陛下。皆も信じてもらいたい。私はロラン様の名にかけて誓う。必ずノゼリアを良い世界にしてみせる。そのためにこれからも戦い続けよう。次の者、中へ。すまない、今日持ってきた食料は全てなくなってしまった。また明日配りに来よう。お願いいたします、僧侶様。あなた方だけが私たちの救いなのです。心を強く持つのです。私たちはあなた方を決して見捨てはしません。施しを求める者が日に日に増えています。もっと多くのパンが必要ですね。王都は塩で儲けた商人や貴族たちが豊かで華やかな暮らしを送っているというのに。食料だけでなく、着るものや寝床、薬も足りない。加えてこの汚れた街並み、いつ疫病が発生してもおかしくはない。おじいよ、どうかおじいよ。しっかりしなさい。大丈夫、私がついています。はあ、我が君、そこにおられたのですね。どうかその美しい瞳で私をお導きください。
この者が安らかな眠りにつかうことを。聞こえる。ロラン様、俺にははっきりと聞こえている。新しいノゼリアからはみ出した者たちの泣き声が。この声はやがて嵐となってノゼリアを襲うだろう。セレノア、お前には聞こえているか。彼らの声と俺の声が。